ということで、今した新参者の話なんですけど、あれは見ると非常にマーケティングにも役に立つなと思って見てましたんで、機会があったら見てもらえばいいかなと思いますですね。で、もう一つ、もう非常に有名なこのフックっていうものをですね、考えた、語るにあたって非常に有名な話があって、これも皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、クロード・ホプキンスっていう、これもまだアメリカのですね、有名な人がいるんですけど、この人がですね、何が、まあ、いろいろこの人の有名な話っていうのがあるんですけど、一番有名な話がですね、このシュリッツビールっていう会社が、ビールの会社ですね、もうその名の通りビールの会社なんですけど、有名な話があるんですけど、誰かご存知の人はいらっしゃらないですかね。何が有名かというと、このシュリッツビールっていうのはですね、セントルイス州ですね、5位、セントルイス州で5位のビール会社だったわけなんですね。で、これを全米で1位にしたわけです、売り上げをですね。にした、要するにこのことで非常に、この話は非常に有名なんですよね。で、じゃあそのクロード・ホプキンスさんは何をしたかっていうことなんですけど、クロード・ホプキンスさんはさっき言ったように広告の、人、広告の名人なんで、広告作ったわけですね、要するに。じゃあその広告を作るにあたってなんですけど、やったことですね、これさっきインサイダーとかそういう話をしましたけど、それに非常に関わってる話なんで、重要なんで聞いてほしいと思うんですけど、まずこのクロード・ホプキンスさん何したかって言ったらですね、要は工業化ですよね、こっちで言う。高価の学校にわざわざ入ってですね、醸造、酒の作り方を勉強したんですね。で、徹底的に、じゃあビールというのはどういうふうにして作られるんだとかっていうことを徹底的に勉強したんです。わざわざ高価の学校に入ってですね。で、その後に、その醸造とかそのビールの作り方、ビールの作り方っていうのを学んだ後に、初めてそのシュリッツビールの工場を回ったわけですね。工場を見学したわけです。あ、一つ言ってきますけど、このクロード・ホプキンスさんの話をですね、よくされることある、これからも聞くことあるんですけど、大抵の人これ言わないですね。工科の学校に入って酒造り学んだということはあんまり言わないです。今から言うことだけ大体言う 話がほぼ9割9分多いんですけど、実は僕思ったのは非常に大事ですね。工科の大学校に入って、これ非常に大事ですね。で、工場見学をしたということですね。そしてですね、このクロード・ホプキンスさん何に着目したかっていうことなんですけど、当然ビールですから瓶にこうビールがガーッとこう継がれていくわけですよね。ラインみたいにこうライン作業みたいにこうして、ついで詰め込まれていくわけですけど、そこで瓶がですね、蒸気でこうバーッと洗浄されてた光景をに目つけたわけですね。そしてその光景からですね、これ文言ですね、言葉、コピーみたいなものと考えてもらえばいいんですけど、
この瓶が洗浄、蒸気で洗浄されているところを見てですね、この生きた蒸気で現れたのっていう言葉を思いついたわけなんですよね。で、これは結局のところヘッドコピーに使われたらしいですね。そしてその次にですね、いかに素晴らしいその農業技法でですね、この原料のホップっていうのが作られてたわけなんですけど、そういうそのどうやって作られてるかっていう工程ですね、そういったものを広告の中に使おうっていうことを決めたわけです。で、結局のところ決めてそれ実際使ってるわけですけど、問題はですね、この時にこのシュリッツビールの会社の人たち、この人はですね、いや、うちでやっとうことなんていうのはどこのビール会社でもやっとることだから、そんなことを今更言ったって誰もびっくりませんし驚かないよって言って大反対したわけですね、このシュリッツビールの人たちは。で、その時にこのクロード・ホプキンスさん何言ったかっていうことなんですけど、いや、他の会社でやっておろうがどこでやっておろうがそういうことはどうでもいいと、重要なのは誰が先に伝えるかだっていうふうに言ったわけですね。これよくマーケティングとかの時にですね、Be first っていう言葉でよく出てくると思います。ちょっともう、Be first、Be first っていう言葉で出てくるんですけど、これですね、これもよく勘違いする人がいるんですけど、何かをですね、その業界の中で何か一番にやらないといけない、業界じゃない、何か他と違う、一番に誰もやったことがないことを一番にやらないといけないというふうなニュアンスで捉える人っていうのは非常に多いんですけど、実はそうじゃなくって、今このクロード・ホプキンスさんが言ったありふれたことであろうが何であろうが、誰が一番にそれを世の中に出すかっていうことですね、それが重要だっていうふうに言ったわけです。そして結果、さっき最初にも言いましたけど、セントルイス5位だったビールメーカーが3ヶ月後らしいんですけど、これは全米で1位になるわけですね。要はさっき言いましたように、インサイダーになってっていうフックを考えてやるってことはこういうことだっていうふうなことと思っていただければと思います。